柏木忠都柏木忠都明治11年11月29日は、にらやま大干書手代。維新後は、にらやま県第三次、足柄県令を歴任。通称は、総倉で、柏木創造と記されている文献が多い。他に、創造、肖像など。代々、江川太郎左衛門家の手代を務めてきた父、柏木平太郎の三男として生まれる。 天保8年14歳の時に江川拓安の中古証券書き役見習いとなり4年後手代に進む。江戸詰めとなり影にように拓安の秘書的存在として活躍した。二ら山に長く滞在する拓安の意を対して諸法との折衝に当たっていたため諸藩には総倉一人が江川家を切り盛りしているとの勘を与えた。安政元年7月法術 航海術、蒸気船製造の習得を目的とする、長崎遊学を幕府に願いで、もち大将、やたべ豪雲の三人で新式爆弾が荒な後の製法研究などを行う。二良山や反射炉や品川台場の築造に従事し、このほか、江川の指示を受けて、江戸屋敷でパン製造を行った。拓安の死後、江川秀俊、江川秀武を補佐し、維新時には素早く、 朝廷に帰属して、江川家を存続させ、に山県大三次となる。芝新紅座の大償報酬連城は、幕府が会と共に、長崎遊学寺より婚意にしていた、福沢諭吉に払い下げられ、慶応義塾の教場となった。会計関係判事となったが、病のためすぐに辞し、足柄県設置後は、三次から、御礼、県礼へと進んだ。明治六年には、 学生反復に伴う、教員養成のため講習所を設置、現在の静岡県立に山高等学校の基礎、を築いた。明治9年の足柄県廃止後も、木戸高吉ら旧門人の勧めを断り、明治政府に出資することなく、福沢諭吉ら旧幕臣と交流しながら、修正江川氏と伊豆の民業育成に尽くした。ありがとうございます。